はいどうも、組んでみたレビューですね。富士見の CRX デルソル SIR ですね。組みました。よいしょ。今回は結局屋根は開けませんでした。屋根開けずに、クローズド状態で、もう特に何も考えずに素組みで、車高も下げたりとかもしてません。ですね、組んでみた感想としては、ヘッドライト、この頃の富士見のキットってみんなこうな感じのイメージはあるんですけど、ヘッドライトなんですけど、実車の方ってこのウィンカーのところとヘッドライトのところと隔壁みたいな感じでこう分かれるようになってるんですけど、これ、一体になっちゃってます。なので、もしね、これから組もうという方はね、ここに1枚ね、プラ板とかあてがってあげて、ちゃんとウィンカーの部分、ヘッドライトの部分っていう風にしてあげるだけでも、だいぶイメージは良くなるんじゃないかなと思います。ですね、ツイッターの方のリプライの方で、車高を下げるの簡単そうですかみたいな方のいただいたんですけど、ですね、よっこいしょ、説明書の方をお見せしながら、内装とかはね、すごくかっちりしてます。内装もシャーシもね、かっちりしてるんですけど、フロントに関しては前にね、車高の下げ方で紹介させてもらった、富士見の FD とか13シルビアとか、あの辺のシャーシと同じような感じでやれば下げれると思うんですが、ただこのね、ステアリングの舵取り部品、これね、タイロットって呼ばれる方がいらっしゃるんですけど、それはそれ別に呼ばれるのはいいんですけど、自動車の構造的にはこれタイロットではないんですよね。ステアリングギアボックスって言った方がいいんですけど、で、じゃあこれがギア入ってるかって言われると、うーんっていうので、自分は舵取り部品って呼ぶようにしてます。この舵取り部品が、実物の方を見てもらうとわかるんですけど、かなりね、こんな感じの形になってます。で、それでこう、舵取りのこう、その逃げをこう作ってるんですけど、これをね、どう処理するかが結構肝になるかなと思います。ここら辺切り落としちゃって、その分だけ下に下げてあげればいけるかなって気もするんですけど。で、そういえばこれトレッドなんですけど、ポリキャップ2つかませるような指示になってるんですけど、1つ半ぐらいのところにしてます。2つ状態ですると、タイヤ、フロントタイヤはみ出ました。まあ、不死身ですからね、その辺は。仕方がないっちゃ仕方がないかなっていう気もするんですけど。リアに関しては、これちょっと特殊なんですけど、説明書だとちょっとわかりづらいんですけど、このね、例えば、この、A の7っていうのはピンで、A の16っていうのはストラットアッセン、なんですけど、ここのピンを、この A の3、サスペンションアームですね、このロアームのところに、こうなってるので、サスペンションのロアームが、ここに、どうやって説明したらいいかな。ピンをこういう風にはめ込むような感じって言ったらいいんですかね。で、このピンのはめ込むような感じで、こう位置を固定してあげるみたいな感じじゃないとつきません。これはじめこっちのサスペンション部品の方にこうピンを通してつけるのかなと思ってつけようとしたら、もうそのピンが干渉しちゃったんで、なんじゃこれおかしいなと思って、って考えてみたらそういう感じになってたので、その辺を考慮しつつ、ここの A の3の部品のこの下の部分、下の部分というか、この説明書で言うと下の部分ですね、これを切り落としてあげて、こう全体的にこう下げるような感じ、この取り付け位置を下、シャーシと近づけてあげる。で、このアブソーバーの部分をフロントと同じようにこのバネの部分切って落としてあげるっていう風にすれば、比較的加工しやすいっていうことを思いましたが、まあその辺はね、皆さんの、組むやり方それぞれでね、あると思いますので、そういう風にされるといいかなと思います。ただね、キット自体がもう素組みで組むと、この舵取り部品とフロントのロアーム、これが干渉するような感じになっちゃってます。なのでプラス、タイヤハウスがすごく狭いので、今回は切り落としとかしなかったんですけど、その辺とか切り落としてあげると、ちゃんと舵取りもね、クックってできるようになったりとか、あとはこのドライブシャフトの部品ですね、この辺とかをどう処理してあげるかっていう風にかかってくるんじゃないかなっていうことを思います。ポリキャップのとこ、ここですね、これ2つ、これを1つ半ぐらいにしてあげるっていう風に思ってください。なとこですかね。あとは富士見のキットをいつも通りだよんでっていう感じですね。例えばその、
ドアミラーとかバックミラーですね、これが、取り付け位置一応モールドっぽいところはあるんですけど、そこにこうピタッてくっつけるのどうやってやんねんっていうので、自分は今回 0.5mm 真鍮線で穴開けてやったりとか、あとはメーターパネルのね、メーターデカールの大きさが全然違うよとか、もういつものね、富士見のキットだったらまあよくあるよねっていう感じのものばっかりだったので、その辺はまあ一か八かじゃないですけど、そういう感じでやってもらった方がいいかなというふうに思います。あ、そうで、今回白にした理由としては、白はあのこれ今回 EX ホワイトなんですけど、あのデルソルのミニカーを見てみたら、白色のミニカーっていうのがなかったんですよね。43分の1とか24分の1とか、まああったかな、まあいろいろ見てみたんですけど、白色がなかったんですよ。で、高山にね、高山っていうか、まあちょいちょい見たことがあるやつ、あれ高山ひだナンバーじゃなかったかな、あの白いデルソルをちょいちょい見かける機会があって、で、あとあのトップフューエルのあのリアミッドシップにしたやつありましたよね。あのそれをご存知の方がどれぐらいいらっしゃるかわかんないんですけど、そのミッドシップにしたやつもね、白だったりとかしたので、自分の中でデルソルって結構白っていうイメージがあるんですよ。で、ただね、白にするとこの車名とかサイドのね、DOHCV テックのデカールが全部白なんですよ。なので、白に白じゃもう見栄えがちょっとあれなので、まあ、他のカラーだったら白だったりすると思うんですけど、これがね、なんかグレーのやつも、例えば青島だったらこれに、あのグレーのね、DOHCV テックとかっていうのがあったりとかしたりとかすると思うんですけど、その辺がね、やっぱね、ちょっとね、新規だったらちょっとデカールも起こし直してほしかったかなっていうことを思いました。という感じです。よいしょ。はい。まあ、デルソルもね、そんなあるキットではないので、まあ、久しぶりに、こういうの、久しぶりにというか、まあ、今回初めて組んだわけですけど、こんな感じになりました。ご視聴いただきありがとうございました。